今回紹介するのは、フィギュアスケートファン通信17という本です。今後も素晴らしい。羽生選手の NHK 杯完全網羅の一冊です。前後までと同じく、今後は羽生選手の NHK 杯について、前日の公式練習の会場入りから演技中の写真はもちろん、キスクラや表彰式など、 全てを写真で完全網羅している一冊です約9割が羽生選手の記事であとは各選手の各大会での動向などになっていますいつもの通り写真がメインで記事は最小限にとどめてある目で見る羽生選手の NHK 杯の構成になっていますが記事の内容も的確で非常にいいと思います SP の当日6分練習の際に 黒の上着を脱いで紫の衣装が現れた時のどよめきなどがきちんと文字でも書いてありとても臨場感があると思いました演技についても文字での内容説明がありますがその他にも 4LO 星 4S プラス 3T 星などと構成が分かりやすく示されていたりで何から何まで行き届いた本だと思い大満足です星 5つをつけて今後も羽生選手ファンの皆さんにお見逃しのないように強くおすすめしたいと思いました写真についてはもちろんいい写真が満載です表紙の裏側と32ポワー,ーズに SP の時の同じ写真ウィンクしている場面が使われているのですが 私はやはりこれが一番いいと思いました。他には300点超えの時のキスクラの様子の写真もあり、プーサンティッシュを持っている羽生選手の笑顔の写真などもよく見応え10分です。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。